絆走れ、奇跡の子馬は、島田昭弘による日本の長編競馬小説。絆ある人馬の物語と題して、競馬ポータルサイト、n e t k e i b a c o m に2012年6月から12月まで31話に、わたって、連載、大幅な過筆、修正を経て開大し集英社より2017年2月24日に、刊行された。 東日本大震災により壊滅した福島、南相馬のファームを舞台に、牧場主の親子がただ一頭生き残った子馬、リアンを競争馬に育て日本ダービーを目指す姿を描く。NHK によって、テレビドラマ化され、役所工事が主演で2017年3月に放送された。20年以上にわたって、競馬関連の原稿の執筆をしていた著者が、 東日本大震災後間もなく、被災場という言葉を耳にして、被災場の現状や相馬や馬追いについて伝えるために、福島県の愛想地区を、たびたび取材で訪れる中で、2011年の、相馬や馬追いに訪れた際に若い騎馬武者姿の、遺影を抱いた男性から目にして、毎年、の馬追いに出場していて震災による津波で20歳に、して、命を失った一人の青年の存在を知ることと、 家を抱いていた青年の父と親しくなった著者は、青年が生きた証を残したいと語った父の言葉から、青年のような若者を、主人公として、独自の馬事文化を築き上げてきた相馬地方を舞台に、被災した人々の故郷への思いや馬への愛情、相馬や馬追への情熱を盛り込んだ、競馬小説の執筆を開始した。作品は、 絆ある人馬の物語と題して2012年6月4日から12月31日にかけて競馬ポータルサイト netkeiba.com の競馬コラムへの連載として発表された後大幅な過筆修正を経て絆走れ奇跡の子馬へと解題して2017年2月24日に集英社より刊行された東日本大震災で破壊された福島県 南相馬市の牧場で母馬の命と引き換えに生まれた子馬、リアンを牧場主の正幸が長男の拓磨と共に競争馬として育て上げ、日本ダービーを目指す物語。特集ドラマ、絆走れ、奇跡の子馬は NHK 総合テレビで2017年3月23日3月24日の19時30分20時43分に放送された。 主演は役所工事。舞台は相馬や馬追いの伝統行事で有名な福島県南相馬市。牧場を営む家族が東日本大震災で被災し様々な混乱に直面しながらも震災の日に生まれた子馬、リアンを競争場へと育てていく姿を描いている。撮影は福島県や北海道で2016年6月から8月まで。 約3ヶ月間にわたって行われた。相馬市と南相馬市での撮影では、実際に震災を経験した現地の人々が、エキストラとして参加した。福島県南相馬市で、小さなサラブレッド生産牧場を経営する、松下正幸は、地元の伝統ある祭りの、相馬や馬をいに背を向けて、競争場を作る夢を追い続けていた。 父と同じく競争馬を育てたいという夢を抱いていた長男の拓馬は2011年3月11日に発生した東日本大震災による津波に牧場が襲われて亡くなる。松下家に残されたのは拓馬の命と引き換えに震災の日に母馬が産んだ子馬のリアンだった。正幸と長女のマサ子は元騎手の夏尾の協力を受けながら子馬を育て始めるが かよこは、息子のタクマを失った悲しみから立ち直れずにいた。マサユキとマサコは、震災から一年経って成長したリアンを、競争場にしたいと思い、育成牧場を探しに、北海道に行くが、何度も断られた末にマサユキの知り合いである、育成牧場主の香山を頼ったが、他の場所さんに、福島の馬は被爆しているとの疑念を持たれるので、経営上難しいと断られる。 それでも諦めないマッサユキは、津波で荒れ果てた自分の牧場を辛抱強く聖地を行って再生させ、リアンを競争馬として育て上げる。2歳となったリアンは、福島競馬場での初戦に臨む、主要人物その他、ありがとうございます。